パナース、ペトロービチ・リューブチェンコ、1937、パナース・ペトロービチ・リューブチェンコ、1937年8月30日は、ウクライナソ連の政治家、ウクライナ人。パナース・リューブチェンコは、ロシア帝国時代の1897年1月に、現在のキエフ州のカハルルイクで生まれた。キエフ軍医学校を卒業後、ウクライナ社会革命党に入党し、 1916年から社会主義活動を行った。ロシア革命後、ウクライナの各社会主義政党が集まって、ウクライナ中オーラーダを結成すると、リューブチェンコもこれに参加した。1919年には、ウクライナ人の共産党組織であるボロチビストを組織し、その指導者の一人として活動した。ボロチビストは、 ウクライナ社会革命党の左派として結成されたものであった。彼らはロシアのボリシェビキに近い政治思想を持ち、ウクライナにおいてもロシアにおけるのと同様のソビエト革命を遂行しようと考えていた。だが、1917年秋に赤軍が侵攻することによってウクライナソビエト戦争が改戦されると、ボロチビストはロシア赤軍の武力侵攻に強く反対した。 彼らは、ウクライナのソビエト革命は、ウクライナの共産主義者によってなされなければならないと、考えていた。そのため、ロシアの軍隊、征服者によって、ソビエト革命が、外部からウクライナに植え付けられることを良しとしなかった。1919年夏、ボロチビストは、ドーハのウクライナ共産党を結成し、コミンテルンに、同党のウクライナ代表としてのコミンテルンへの参加を、 要求した。この要求が拒否され逆にボロチビスト派、ウクライナ共産党のボリシェビキ派、ウクライナ共産党への統合が要求されると、ボロチビストは、ボリシェビキの対立勢力となることを嫌い、1920年、ドーハ共産党へ合流した。リューブチェンコも、党が統合された1920年にボリシェビキ派、ウクライナ共産党の党員、となった。 ウクライナ内戦が赤軍によって平定された1921年からは、リューブチェンコは、党員として国家の業務に携わるようになった。1932年から1933年にかけて、ウクライナで大飢饉が発生すると、それを理由に、ヨシフ・スターリンは、ウクライナ政府やウクライナ共産党党員の粛清を始めた。 大基金の発生の原因の一つに1920年代にウクライナで進められたウクライナ化政策の行き過ぎが挙げられ、この政策を推進した中心的な党員は生命を奪われた。1933年から1934年までの1年間でウクライナ共産党は10万の党員を失ったとされる。そうした中、1934年、リューブチェンコは ウクライナ政府の首相である首席人民委員に就任した。だが、彼の時代には粛清の嵐は一層激しさを増し、それはソ連全土に広がりの地に大粛清と呼ばれるようになった。リューブチェンコの政府は17人の閣僚を全員が逮捕され処刑された。リューブチェンコは自殺した。ありがとうございます。